王英家は台湾の台湾プラスチックグループの創業者。台湾の松下幸之介、台湾工業の父、経営の神様と言われている。かつては台湾一の富豪とされ、ホーブスの2007年度世界長者番付では世界第8位の富豪となった。台北県の貧しい家庭に生まれ、15歳の時に米屋のデッチとして働き始めた。一年後には王は、 自らの店を開き、精米所の経営にも乗り出した。その後、製材業で成功し、台湾政府がプラスチック業の奨励策を打ち出すと、1954年に王は台湾プラスチックを設立し、4年後には南アプラスチックを設立した。その後、王は総資産、売上高、従業員数が台湾最大の民間企業に育て上げた。 64天安門事件から5ヶ月後の1989年に、鄧昌平ら中華人民共和国の指導者と会談して巨額の対中投資を行う海総計画を決定して、台湾政府によって中止に追い込まれるも、中国進出を推し進め続けた。2008年10月15日朝になって体調が悪くなり、 ニュージャージー州の病院に搬送されたが9時38分に死去した。進行のあった拡大名は台湾の産業に最大の損失等の死を惜しみ、気配したことで話題となった。ありがとうございます。